技で、それを見越した上で倒すんですよ。亀で突っ込んでくる相手に対して仕留め切る。最軽量の KO は本当に美しいんですよ、僕の中で。切り合いとか殺し合いを見せたいですね、一瞬で終わらせる。子供のためだったら多分自分のためよりは全然頑張れるんで、一人で戦っている人とは比べ物にならないと思います。もうちょっと大きくなるまでやっぱりベルト持って物心つく時までチャンピオンでいようと思ってます。最終的に僕が勝ってれば、まあいろいろ勝ち方とか完封とかあると思うんですけど、最終的に勝てばタイトルマッチは勝てばいいと思ってやります。神に委ねないですね、ジャッジは。自分の手で仕留める、まあノックアウトですね。Thank you.